仕事終えた後にはやっぱりこれね。歓楽街の屋台まだやっていてよかったね。これからギルドの手伝いもあるし、あんまりのんびりはできなさそうだけど。わかってるって、つかの間の休息ってやつ。あ、よっしゃ、ほっぺたにクリームがついてるわよ。あん、そっちのフレーバーも美味しいわね。ダブルにすればよかったかも。この噴水にいい天気、アイスも何倍も美味しくなるっていうか。で、どうしたの、ヨシア。ちょっと顔が赤いけど。いや、君って無意識にそういうことをやるよね。慣れたつもりだけど、時々不意打ちされるというか。そういうこと？なんでもないよ。なんだったらもう一口食べるかい？あ、いいの？ありがとう、ヨシア。それじゃあ、いや、それはさすがに恥ずかしいんだけど。最近はこういうのなかったし、いいじゃない。ほらほら、ヨシュー。